みなさんこんにちは。日本語の森のゆかです。みなさん見てください。たらーん、桜がいっぱい咲きました。この前 Facebook と Instagram でみんなが日本に来てやりたいことは何ですかという質問をしました。そしたら結構いっぱいお花見がしたいですっていうメッセージが来ました。なので今日はみんなの代わりにお花見をしたいと思います。今日は普通に日本人がお花見をするところを見せたいと思います。普通にお花見をするんですけど、普通のお花見をするとき何を買えばいいのかとか、どういう風にすればいいのかを5つのステップに分けました。ぜひ楽しんでみてください。ではスタート。まずはお花見に必要なものを買いましょう。絶対必要なのはこのブルーシートです。レジャーシートということもあります。だいたいダイソーとか100円均一のお店に行けば買うことができます。紙コップとか紙のお皿もあるとすごく便利ですね。次はお弁当を買いましょう。お花見は花を見るだけじゃなくて食べることもすごく大切です。日本語の森のみんなの分もお弁当を買っていきます。桜餅も買いました。桜餅は桜の色のお餅を桜の葉っぱで包んだ日本のお菓子です。本当は三色団子が欲しかったんですけど、ないので諦めます。一番大切なのはこれ、お酒です。今日は平日なんですが、みんなでビールを飲むことにしました。春になると桜のパッケージのビールがよくあります。お茶も買っておきましょう。桜っぽいお菓子をいろいろ買いました。桜味ってどんな味かわかりますか？実は私はあんまり好きじゃないです。みかんはない。桜じゃないけど買うか。ピンク。ピンクですね。次はお花見をする場所を決めましょう。東京だったら上野公園とか新宿御苑の桜が有名だと思うんですが、私たちは事務所の近くにある公園に来ました。本当は桜の木の下が一番いい場所なんですけど、動画に桜が映らなくなるのでこんな変なところに決めちゃいました。ブルーシートは風が吹いたら飛んでいってしまうので、端に荷物を置いて飛ばないようにするのがすごく大切です。お花見なので花を見ます。並べよう。お腹が空いたので食べましょう。日本には花より団子という言葉があります。花を見るより団子を食べることを選ぶという意味です。ご飯とお酒がやっぱり一番大事ですよね。私は花よりビールかな。せーの、乾杯。ああ、ね、外で飲むとうまいですね。めっちゃ美味しいな。はい。あれ、お箸。お箸ある？アインさん、お花見初めて？いやいや、初めてじゃないです。あ、そう？初めての？何回目？3回目かな。3回目？3回目です。あ、めっちゃ来てるじゃん。私と同じぐらい、多分。なんか、日本人は花見が好きですか？うん、好きですね。でも花見時は日本人は何をしますか？わかる。お弁当を食べながら花を見ますか？そう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 。あ、そういう感じか。
普通メトロミュージンとか私たちはほとんどは写真を撮って、うん、あと帰るね。そう。なんか花火じゃないかな。なんかベトナムの人はいつも旅行に行ってももうほとんど写真を撮る。うん。着替えとか持っていくでしょ。ああ、そっかそっか。それぐらい。写真撮るのが一番の。そうで、また着替えて、また写真撮る。で、Facebook にアップする。それが一番大事なイベント。ポイントは写真ですよね。うんうん、いい写真を撮ったら帰ります。そうだね。はいはい。おぉ。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。片付けよう。楽しいお花見の後は必ず片付けをしましょう。ゴミは全部持って帰ります。缶は別の袋に入れてくださいね。日本には来た時よりも美しくという言葉があります。みんなが使う場所は自分が来た時よりも綺麗にして帰りましょうという意味です。みんな使うから汚さないでねってことですね。はい、皆さんお花見楽しかったですか？楽しかったです。This is where we start JRPTThis is where we study GRPD! This is where we pursuit GRPD! This is what we do! Pass! 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 This is 日本語の森